腕周り何センチなのかと、お前ガリガリやないかという声をいただきます。ガリガリです。でもね、腕何センチあるのかというのを測りたいと思います。あ、脇毛が、脇毛が見える。よし、ドゥルルルル、難しい、よいしょ、はい、むず、はい、どうすか、雑魚、ちょ待って、微妙な、100、おら、37、ビビビビビ、脇毛が見える、37センチですね。雑魚ですわ。いってきます。買うかな、ゆうさんに髪型ダサ、社長のおごりです。ザッス、ザッス、ダイソンが壊れたんで、ダイソンに電話したら交換してくれました。まあ3回ぐらいしか使ってないんですけどね。ほら、よいしょ。今これ一眼レフで撮ってるんですけど、前タケルさんと、ミニマリストのタケルさんと撮影した時に iPhone 11 Pro のこの広角のパワーを見せつけられまして、これシンガポールで買いました。そしてこのミニ三脚がめっちゃいいよって、このコンパクトがいいよって言っていただいたんで、これを買いました。この iPhone 11 Pro で今からこれ撮ってみたいと思います。はい、でですね、 iPhone X11 Pro マジすごいんですよ。今どういう状況になってるか、こういう状況になって、カメラが 1,2,3 台あると。そして iPhone 11 Pro すごいんですよ、広角がなんとすごいの。ほら、この違い、こう撮ってるんですけど、もうiPhone 11 Pro です。幅がね、とんでもないんですよ、広角の。入る幅が全然違う。だからジムでも iPhone 11 Pro で行こうと思う。だからね、すなわちね、一眼レフもいりません。はい、今日紹介するのはですね、こちらの商品、ダイソンホット&クールという商品になります。ホット&クールという名の通り、なんとホットな風もクールな風も出るっていうですね、夏場にも冬場にもお使いいただける商品になっております。すごいんだよ今日はですね、エニタイムフィットネス動画撮ります。今から二頭さんとバチバチにやるんで、最近の僕のトレーニングの方針としては高重量をぶん回すっていう方針で筋トレやってます。
腕周り何センチなのかと、お前ガリガリやないかという声をいただきます。ガリガリです。でもね、腕何センチあるのかというのを測りたいと思います。あ、脇毛が見える。よし、ドゥルルルルル、難しい。よいしょ、はい、むず、はい、どうすか、雑魚。ちょ待って、微妙な100、おら37、ビビビビビ、脇毛が見える。37センチですね。雑魚ですわ。クレアチン、おー、壊れた。はい、マルトデキストリン、EAA、 粉がすごいわ。 OK、 あー、トレーニング終了です。はい、筋トレ終わりました。パンプして、腕が何センチパンプしてんのか測りたいと思います。増量期はパンプして40いってたんですけどね、去年の一番太い。うらっ、100、おら、139、139です。139と39。のお箸ですね、これは。待ってよ。はい、 Uber Eats でカツ丼注文しました。いただきます。だいぶうまい。ディアス、なぎらさん、ここはどこですか？野田阪神徒歩5分。そうなんです、ここがジムになります。ここにジムを作ります。そして建築家の、うわー、スーパーヒーロー、建築家山岡義弘氏。おはよう。おはようございます。久しぶり。社員全員 YouTuber なんで。あ、それで言うと完全に全
10いきます。オーマイカー、入れすぎた、入れすぎたぜ。マイカー、今週も最高の3連休でした。人生1回なんで、やりたいこと全部やって生き生きと毎日を生きたい。30歳で死ぬと思って、2020年28歳になる年いきます。最高の毎日積み重ねたい。最高の毎日作りたい。そのためにね、頑張る、頑張りましょう。いつも見ていただいてほんまにありがとうございます。一緒に頑張りましょう。最高の人生しましょう。チャンネル登録お願いします。これからもルーティン動画バンバン出します。筋トレの動画もバンバン出します。ではありがとうございました。